天才は忘れた頃にやってくるとは、自然災害はその被害を忘れた時に、再び起こるものだという今しめ。天才は忘れられたる頃来る。天才は忘れた頃来る。天才は忘れられた頃に来るなどとも記述される。また、上記の天才の箇所は、災害と書かれることもある。科学者で随筆家の寺田寅彦による言葉。寺田寅彦寺田寅彦は研究者として、 火災や地震などの災害に関心を持っていたが、1923年の関東大震災発生後は、これまで以上に深い関心を示すようになった。地震発生時、上野の二家店会場にいたトラヒコは、自分のいる建物の無事を確認すると、この珍しい共振の振動の経過をできるだけ詳しく観察しようと、その場に泊まり、建物の様子などを観察した。続いて、 東京市内の焼け跡を回り地震被害を調べた。虎彦はその後防災についての随筆を多く残した。1933年に発表した津波と人間では津波は定期的に起きるものでそのことは10年も20年も前から警告しているという学者の主張と20年も前のことなど覚えていられないという被害者の主張を取り上げ、これらは どちらの言い分にも道理がある。つまり、これが人間界の現象なのであると論じた。そして、こういう災害を防ぐには、人間の寿命を10倍か100倍に伸ばすか、ただしは、地震津波の周期を10分の1か100分の1に縮めるかすればよい。そうすれば災害はもはや災害でなくご風10の歩いとなってしまうであろう。しかし、それができない相談であるとすれば、 残る唯一の方法は人間がもう少し過去の記録を忘れないように努力するより外はないであろう。と述べた。翌1934年には虎彦の代表的な随筆とも言われる天才と国防を発表した。ここでは同年に発生した函館大火、手っ取り川結界による水害、室戸台風による被害を取り上げた。そして、 文明が進むほど自然災害の被害が増大することを指摘し、その上で以下のように記した。文明が進むほど天災による損害の程度も、累進する傾向があるという事実を十分に自覚して、そして平成からそれに対する防御策を講じなければ、ならないはずであるのに、それが一向にできていないのはどういうわけであるか。その主なる原因は、筆教。 そういう天災が極めて稀にしか起こらないで、ちょうど人間が前者の転覆を忘れた頃に、そろそろ後者を引き出すようになるからであろう。トラヒコは、その後に書かれた随筆でも防災について記述し、天災による被害を忘れることへの危険性を訴えた。しかし、トラヒコの随筆の中には、天災は忘れた頃にやってくるという言葉はない。ただし、 トラヒコの弟子であった科学者の中谷幸一郎や藤岡、義雄によれば、トラヒコは生前このような言葉をしばしば口にしていたとのことである。中谷幸一郎中谷幸一郎は、トラヒコ死後の1938年、朝日新聞に、天才と題する文章を発表した。そしてこの中で、以下のように綴った。天才は忘れた頃に来る。これは、寺田トラヒコ先生が、 防災科学を説くときにいつも使われた言葉である。そしてこれは名言である。この中谷の記事がこの言葉が文字として記載された初めての例であると考えられている。ただしこの時点で中谷はこの言葉は虎彦が書いた文章の中にも記載されていると思い込んでいた。その後、天才は忘れた頃に来るという言葉は随所で引用されることとなった。 1944年には、朝日新聞が毎日一つの言葉を紙面で取り上げる欄を設け、そして9月1日の言葉に、天才は忘れられた頃に来るを選んだ。ここで解説を頼まれた中田には、この言葉の出生を記載しようと虎彦の随筆を当たったが、どの随筆を読んでもこの言葉を見つけることができなかった。仕方がないので、中田には、天才と国防に書かれている。 同内容の記述を紹介する形で解説した。中谷はこの天末を1955年に天才は忘れた頃来ると題する随筆にまとめた。同随筆によると中谷と同じ虎彦文化の坪井忠児もこの言葉は虎彦の随筆の中に書かれていたと思い込んでいたとのことである。この言葉は戦前の日本では9月1日に 新聞やポスターでよく目にしたとの証言がある。そして遅くとも1950年代には、虎彦の言葉として一般的に知られるようになっていた。中谷にも、この言葉は虎彦先生のどの随筆に載っているかといった質問を受けるようになったという。大阪市宮古島区の桜宮公園に建てられた水防碑。災害は忘れた頃にやってくるの文字が刻まれている。 大阪市内には他にも同様の水防費がいくつか建てられている。この言葉は現代の日本でも広く知られており、特に阪神大震災や東日本大震災といった大きな災害が発生した時には雑誌などで引用されることが多い。また、この言葉は今でもトラヒコの言葉として捉えられることが多く、法事縁や大事林といった辞書にも、 トラヒコの言葉として記載された。高知市のトラヒコ記念館には、天才は忘れられたる頃来ると刻まれた石垣が作られている。一方で、この言葉はトラヒコの文章の中にはないと批評する文献も複数存在する。この言葉の捉え方は人によって様々である。例えば、地震学者の金森博は、科学者は自らの自然現象に関する知識の限界を いつもわきまえて自然に対しいつも謙虚でなければならないと解釈することもできると述べている。また、備えあれば、ういなしと同様の意味に返されることもある。初山高人は自然災害の被害を忘れることの危険性については関東大震災直後に虎彦以外の学者も主張していたと批評している。その中で虎彦の特徴は1930年代に 入っても、このことを主張し続けたこと、そして、忘れないための社会的対応、すなわち学校における災害教育の必要性をも訴えたことにあると、述べている。しかし、天才は忘れた頃にやってくるという言葉からは、トラヒ彦が常々訴えていた、防災教育の必要性などを汲み取ることは難しく、従って、虎彦の防災に対する考え方をこの言葉で、 代表させてしまうのは問題であると主張している。虎彦とともに関東大震災の被害調査に取り組んだ地震学者の今村秋爪は1949年の著書地震の国においてこの言葉について当時の世相に対しては極めて適切軽妙な稽古であったのだがしかし一般の大衆にはわかりにくかったらしい。天変地と 天才ちあやかしとを混同していた人がむしろ多数であったからであると評している。また今村は天才は忘れないだけでは不十分で防備することが重要だと述べている。藤岡義夫は虎彦の文章としては存在しない、この言葉が人の口から口へと広がっていったのは、そこに帰って社会に対する先生の影響力が伺かがえると述べている。中谷幸一郎は、 この言葉は随筆中には存在しないが、虎彦の言葉には違いないとして、これは先生がペンを使わないで書かれた文字であるとも言えると述べている。21世紀になると日本において地震活動や火山活動が活発化し、また地球温暖化の進行に伴いた気中の水蒸気量が増え、 それ以前ではほとんど起こらなかったような豪雨災害が頻発するようになった。例えば2005年にはハリケーンカトリーナの後にハリケーンリタが上陸し、日本でも平成17年台風第14号が猛威を振るった。さらに2019年には9月に襲来した例は元年暴走半島台風からの復興も、 ままならないような状況で、令和元年東日本台風が上陸した。このような状況から、天才は忘れた頃にやってくるから派生し、忘れる間もなくやってくる、忘れる間もなくやってくる、忘れる前にやってくる、忘れないうちにやってくるなどの表現が使われるようになった。また、2019年7月18日には、鳥海議の境が表した。 天才は忘れる前にやってくるという題名の災害を題材にしたフィクション作品が公文社より発売された。ありがとうございます。